B-2 スピリット B-2 はアメリカ空軍のステルス戦略爆撃機である。開発はノースロップグラマン社が担当した水平尾翼及び垂直尾翼がないいわゆる全翼機と呼ばれる特徴的な形を持つ航空機である。相性はスピリット。同質量の金と同価値と言われるほど非常に高価で21機しか生産されていない。b はごとに スピリット・オブのパーソナルネームが与えられており、本機の着陸装置の主客のドア外部にそれが記載されている。ノースロップのステルス技術の原型となったタシット・ブルービー -2 の開発は、ステルス性や長い航続距離などの要求のもとに1978年から開始された。その当初はソビエト連邦の防空網をかいくぐり、ICBM 発射基地や、 移動式 ICBM 発射台に短距離、攻撃ミサイルにより核攻撃を加えることを主目的としていた。開発初期は極秘プロジェクトとして、当初米空軍上層部ですら開発は機密扱いであった。ATB という計画名は知られるようになったものの、1988年4月に想像図が公表されるまでは公式情報はほとんどなかった。B-2 の開発は、 米ノースロップグラマン社と米ボーイング社が共同で行い、米ボーイング社がコックピット部と本体の中央部、残りをすべてノースロップグラマン社が担当した。1982年に6機のプロトタイプ用の予算が組まれ、1988年11月22日に最初の機体82から1066がパームデールのアメリカ空軍第42プラントからロールアウトされた。 セレモニーは非常に慎重に計画され、招待された500名のゲストは、地上からは B-2 の正面のみ観覧が可能であったが、上空からの規制は手が抜かれていて、小型切な機により、上空から撮影された写真が残されている。初飛行は、当初1989年7月15日に予定されていたが、燃料系のトラブルのため延期され、 最終的には7月17日にエドワーズ空軍基地にて行われた。アメリカ空軍は2012年の時点で B-2 を20機保有している。飛行中の B-2 爆撃機械 -117 と同じくステルス性を最重要視した形となっているが海 -117 が直線的な多角形によって構成された機体デザインだったのに対して B-2 は 曲線的なシルエットとなっている。これは、回 -117 が、数学的、幾何学的なアプローチで設計されたのに対し、元ヒューズ社のレーダー技術者であるジョン・キャッセンの経験により、乱反射の低減を主目的に式体に、凹凸や鋭角を作らないことを根幹として、粘土を使った模型による実験により開発された、ステルス技術を用いたことによる。また、 世界 -117 開発当時のコンピュータの計算能力が低く、局面のシミュレーションが難しかったためにデザインが極端に簡素化されたのに対して、B-2 開発時には、クレー社のスーパーコンピュータが使用可能であったためである。空飛ぶ翼の概念を大きく踏襲し、垂直尾翼及び水平尾翼を有していないため、コンピューターの制御なしでは、 飛行困難な形状となっており、操縦系統には余へのフライバイワイヤーが組まれている。また、両方向制御のための垂直尾翼が存在しない、ため両翼端にドラッグラダーを装備しており、通常飛行時は常に両端をわずかに開いて、空気抵抗を発生させよう、安定を確保している。高いステルス性が必要な任務遂行時は、レーダー反射を抑えるためドラッグラダーを完全に閉じ、 左右のエンジン出力の増減により、両方向制御を行っている。機体下部に設けられたタキシングライトは、通常時は翼の表面から突出した状態となっているが、任務遂行時は、その突出部分がステルス性を妨げるため、機体に格納して平滑な状態にする機能が設けられている。尾翼がないことは、レーダー反射断面積の面で有利となっており、 B-2 の機体表面はレーダー波を吸収して、そのエネルギーを熱に変換するグラファイト、エポキシ複合材で覆われているほか、内部構造には、非公表ながらレーダー波を吸収する、ハニカム構造が大量に採用されているとされる。機体表面を環境変化などから保護するために、表面には無数の小さな穴が開けられており、本体内で発生した水蒸気などを外部へ逃して、 変形を防ぐ設計がなされている。4機搭載された、米ゼネラルエレクトリック製、K118G-110、ターボファンエンジンは、レーダー波を反射する、エンジンファンが、機体正面から露出しないように大きく曲げられた、ダクトを介して、機体内部に深く埋め込まれている。9機は、通常のエンジンへのエアインテークへ、そのやや全部に刻まれたジグザグ状の切れ目の2つに、分けられた、 エアインテークから取り入れられる。また、排出口は、赤外線による下方からの探知を避けるために、機体上面に開口している。さらに、排気温度を下げるため、排出前の排気には、冷気が混合されて温度が下げられ、長く作られた排出口以降の翼上部には、熱吸収剤でできたタイルが並べられている。他にコントレールの発生による目視での探知を、 回避するために塩化復活するフォン酸をエンジン排気に混入させる装置が取り付けられている。また、B-2 は、前足両側米に2機の攻撃目標探索、広報用の米冷静音射性、アン・アプックマイナス181空、バンドフェーズドアレイレーダーを装備しており、ステルス性を阻害しないように時期の放つ、レーダー電波の周波数のみを通す選択透過性の、 高いカバーで覆われている。アクティブレーダー使用時には、ステルス性が失われる危険があるため、レーダー派の照射は爆撃直前に、地上の標的近辺のみを対象に限って行われるようになっている。空バンドによる目標の精密画像データは、搭載の GPSM 用目標標標準システムによる j イ a m 爆弾投下の精度を向上させる。このレーダーは、 開発時は C-135 に搭載され、テストが行われていた。自衛用にアン、アルク -161 電子妨害システムとアン、エイプーマイナス50レーダー分析警報装置を搭載している。アン、アルク -161 電子妨害システムは、多数の敵ミサイル、敵航空機、地上からの捜索レーダー波をビブ警戒を含めて360度警戒を行い、 複数の探知に対して、直ちに適切な複数の妨害電波を送信できる。コックピットには4台の多機能、カラーディスプレイが設置され、パイロットは左側、コパイロットを兼ねる、並走担当士官は、右側のマクドネルダグラス車線へせず通情報、車出シートに座る。これら通常の搭乗員2名の他に3人目の搭乗用スペースも設けられているほか、ベソの座席の真後ろには、 長時間航行を想定して、簡易トイレ及びギャレー。さらに、コックピット後方には仮眠用スペースも用意されている。操縦は良いのフライバイワイヤで、コンピュータによってアシストされている。兵器管理システムには、IBM フェデラルシステムズの案、エイプス -50 及び、ZSR-62 ディフェンス補助システムの搭載が予定されている。 空中給油を受ける B-2 爆撃機器体と任務の性格上、当然ながら空中給油自由能力があり、コックピットの後方の機体上面にフライングブーム方式の給油口が装備されているが、ステルス機という性格上、リセプタクルは陰徳式となっており、使用時には給油口部分の外反が180度回転し、裏側にあるリセプタクルが露出するようになっている。 エイジム -158 ジャスム ER 空対地ミサイルを投下する B-2B-2 では搭載する広報コンピュータに備わる敵の軍事地理に関する情報を利用することにより最も安全な飛行ルートを設定可能である。また標的から半径8マイル以内にまで到達できれば250から5000ポンズのゼイダム装着誘導爆弾により ピンポイントで目標を破壊することも可能である。J ダムの航空からの滑空距離は2 7トル程度である。この爆弾は B-2 上に搭載されたスペラ上で再プログラム可能であり、天候やターゲットの変更などに応じて臨機応変に対応できる。B-2 には通常16発の2000ポンズ爆弾が搭載される。他にも エイジム -158 巡航ミサイルや5000、ポンツのイングブー -28 バンカーバスターを最大8発、B61 モッド11貫通型核爆弾なら最大16発搭載することができる。今後、SDB 小直径誘導爆弾の運用能力負荷が予定されている。B-2 は1機20億ドル以上という非常に高価な航空機であり、これは 世界比と値段が高い飛行機としてギネスブックにも登録されている。例えば、世界的に見ても巨大かつ高価なイージス艦のアタゴ型護衛艦は1隻あたり約1453億円であり、B-2 マイナスの価格の高さをうかがい知ることができる。開発当初は132機の製造を予定していたが、取得費だけでなく、ステルス性確保のため、 7年に一度コーティングを再塗装する必要があるなど維持費も高額であり、また冷戦集結もあって結局試作機を含む全21機しか製作されていない。量産されれば単価を下げられるが、先進軍事技術が多数使用された特別の航空機であるために友好国への供与は現在も行われていない。維持費は ほとんどがその滑らかな機体を研ぐためのものである。海 -117 の開発責任者であるスカンクアークスのベンリッチは、費用対効果の観点からこの機体を酷評した。ただし、F-117 もレーダー波吸収用の特殊素材のコーティングのチェックのため、維持費が高額であるのは同様であり、それが理由で2008年をもって退役している。 離陸する B-2 爆撃機 B-2 はステルス性の維持が最重要なため、かつては湿度、気温などを完全にコントロールされているホワイトマン空軍基地の専用ハンガーにのみ、駐留しており、他の基地に展開することはなかった。アフガニスタン空爆などの際もホワイトマン空軍基地から離陸し、空中給油を繰り返して爆撃を行った。 このため一回の作戦行動にかかる時間が40時間を超える事態もあった。それ以降は B-2 用の簡易ハンガーが開発され、それを設置した基地から爆撃に発進することが可能となり、2003年のイラク戦争ではディエゴ・ガルシア島からの爆撃を行った。現在グアム島のアンダーセン空軍基地にも時折派遣されることがある。設計開始時と異なり、 担当ミッションは、核攻撃ではなく、通常爆弾の投下が、主任務である。2013年3月27日、2機の B-2 が、ホワイトマン空軍基地から無着陸で韓国沖の、航海に開い、デモ飛行をして、北朝鮮を抑止した。2011年リビア内戦に投入されたほか、2017年1月には、再び、リビア国内に展開し、 ISIS 軍事訓練キャンプを空爆している。2017年のケースでは、2機の B-2 をミズーリ州の基地から出動させ、34時間かけて北アフリカ入りさせた。詳細な配備状況に関しては以下に記載する。パーソナルネームとして、2機にはそれぞれスピリット・オブ・アメリカ、スピリット・オブ・キティ・ホークの名が、残りにはスピリット・オブ・州名の形式で名が付けられている。 B-2 爆撃機は極めて高度な軍事兵器であり、秘密保持には最高度の注意が払われている。機体を写真撮影するに際しても、アングルや撮影距離などが厳重に管理、制限される。兵器を搭載して、戦闘準備を整えた状態のコックピット内の映像撮影も禁止されている。2005年10月、中華人民共和国に情報を売り渡したとして、 設計者の一人だったのシル・ゴアディアが逮捕された。墜落した B-2 爆撃を行う B-2 爆撃機 B-2 の初実戦は1999年のコソボ紛争である。初飛行から10年も経ってからの実戦であるが、それまで実戦経験がなかった理由として以下が挙げられている。同紛争中、セルビアの中華人民共和国大使館への誤爆が発生した。 アメリカ及び NATO は古い地図を用いて目標を設定したミスによる誤爆であるとして中華人民共和国に謝罪した。しかしながらスロボダン・ミロシェービッチと親密だった中華人民共和国がセルビア側を支援していたため大使館地下にあった指揮所を故意に爆撃したのではないかという見方が存在する。などから最大18トンまで選択可能 YB-49 と B-2 のサイズは、ほぼ同じである、実用的な全翼機の製造は、ノースロップ社の創業者であるジャックノースロップの夢で、あり、そもそもノースロップ社自体が彼の夢を実現するために、何度も設立されたものである。しかし、そんな、ノースロップの夢は、最大の挑戦であった YB-49、爆撃機の開発失敗によって頓挫し、 1952年失意のうちに彼は航空工業会を引退する。その後のノースロップ社は、海マイナス89や海マイナス5などの堅実な設計に基づいた機体の開発に努めることとなる。1980年、パーキンソン病に侵され余命幾くばくもないノースロップは本社に招かれ、存在自体が極秘秘密であるにもかかわらず、 軍の特別許可を得て制作された B-2 の完成記念模型をプレゼントされた。車椅子に乗りすでに会話もままならない彼は、一枚の紙に、now, I know w I y God has kept me alive for 25 years と書き残し、涙を流したという。その翌年ノースロップは、全翌期に生涯を捧げた85年の人生に幕を下ろした。インデペンデンスデイコールサイン。 レッドアローとする機体など5機が登場。ヒューストン上空で静止しているシティデストロイヤーを核弾頭 ALCM で攻撃する。ランページ終盤にスピリット・オブ・エレノはサイレント、フューリーとマーキングされた B-2 が登場する。シカゴで暴れる3匹の巨獣を攻撃するために離陸する。エネミーラインに北朝鮮への潜入マイナス、クローバーフィールド、破壊者終盤に登場。 マンハッタンで暴れ回る怪獣を空爆する。新ゴジラ第509爆撃航空団所属機が3機登場。東京を侵攻するゴジラから大使館を防衛するという名目でグアムから出撃し、ゴジラをモピー大型貫通爆弾で空爆する。この攻撃は作中において初めてゴジラに 有効なダメージを与えるものとなったが、これによってゴジラから放射線流による反撃を受け、前期撃墜されることとなる。戦線布告核ミサイルの発射準備に入った、北東人民共和国と中国を空爆するため、岩国基地と嘉手納基地から出撃する。大海獣東京に、現ある冒頭に登場。エアショーで飛行展示を行っている最中、 日本で怪獣出現との法を受け実践へ向かう。トータルフィアーズ疑心暗鬼に陥ったアメリカが、ロシアへ核攻撃を行うため出撃させる。察知した、ロシア側もスクランブルを行うが、ポーランド上空で見失う。の、ダメカンタービレ最終学賞、エリーゼの妄想の中で登場。遠くで変態を組む姿が映されている。フライトデスティネーション。 ブロークン R を B-2 をモデルにした架空の全翼型爆撃機 B-3 が登場。外観は A-12 アベンジャー2のような完全なデルタ形状の全翼機となっている。暴走特急テロリストに乗っ取られた人工衛星グレーザー1を撃墜するため架空の対衛星ミサイルペガサスを2発搭載して出撃する。 ミッドナイトイーグル B-2 をモデルとした B-5 ミッドナイトイーグルという架空機が登場。特殊爆弾を搭載した機体が北アルプス山中に墜落する。ウルホシア、ツラ OVA のヤギさんとチーズにて20分目に面倒軍団が巨大化したヤギの幽霊を攻撃するため出動させた航空機の一つとして登場した。映像化された。 B-2 としては最も古いものと思われる。009RE、サイボーグ、彼の声を聞いた兵士が操縦し、搭載された核ミサイルで、ドバイの超高層タワービルに対して、核攻撃を行う。ケニン第7話に登場。上海国際テロ対策会議場を攻撃するため、グアムから出撃し、J ダムを投下する。コックピットの多機能、カラーディスプレイや、 爆弾層の6連投下ラックも再現されている。しかし、実物にはない垂直尾翼が装備されている。コープリン放射性廃棄物を不法投棄をするほか、主人公たちを攻撃する。機関砲を搭載しており、ミサイル迎撃機能も装備している。g ーハード宇宙人、田中太郎第3話、臆病な、カーレッジ君、第2シーズン第10話 B パートに登場。 ムッチーの頭上からピアノを投下する。ギルティクラウン第17話と第18話に登場。交渉不足のため、コックピットはボーイング747から400のものが描かれている。雲の向こう、約束の場所終盤に1カットのみ登場。獣フレンズ第11話の火山の山頂の背景に、B-2 の断崖らしきものが映っている。ゴルゴ13。 新世界より第4話に登場。過去に発生した戦争の回想シーンにて変態飛行する姿が描かれている。新テニスの王子様、公式キャラクターガイドペアプリボリューム1に登場。後部敬語が通学に使用している。イクソ翼のシグルドリーバ、超重心、グラビオン G シャドウ及びジオミラージュのモデルとなっている。トランスフォーマー G にドレッドウィングが本機に変形する。 実物にはないガトリング砲が搭載されている。挑戦し、ガンダム野郎敵型である SD 仮面がプラモシミュレーター内で操るプラモデルとして登場。同じく SD 仮面が操る改造ガンプラ、コンバットガンダムの背部にバックパックとして合体することが可能となっている。ヒーローマン異星人スクラッグの兵器、弾を空爆し、終盤ではスクラッグベースに特殊爆弾を投下して、 主人公たちを支援する。ブラスレーター、ブラッド・ディマンデー核発射スイッチを長野県軽井沢の町ごと破壊するため、原子爆弾を搭載して、沖縄の在日米軍基地から出撃する。魔人探偵の、コーネウロシックスの逃亡手段と、対ネウロ迎撃用爆撃機として登場。最後の戦場となる。迷い猫オーバーラン。勇者王、ガオガイガーガオガイガーの構成パーツである。 ステルス顔のモデルである。ルクルク登場人物の一人である。掃除茂みが空爆させるために、幾度か呼び寄せている。ルパン三世萌えよ残鉄拳香港マフィアが、超残鉄合金という素材で作り上げた、ステルス機として10機に類似したものが登場。登場人物たちからは、ステルスと呼ばれており、機体全体がシルバー色で、合金によって、ミサイル攻撃や、 戦闘機の衝突にも耐える高い防御力を誇る。武装は、空対空ミサイルとガトリング砲2機を搭載するほか、機体自体が刃物のように鋭くて、切れ味が良く、体当たりで戦闘機を切断してしまう。乗員は10名以上。作中では、ニューヨークを空爆して、アメリカ政府を脅迫し巨万の富を手に入れるため、アメリカ本土を目指して出撃し、 迎撃するアメリカ海軍の空母打撃軍を返り討ちにして全滅させる。そして、ルパン一味との最終決戦で、石川五右衛門と激しい一騎打ちを繰り広げる。とある魔術の金書目録さん第3話に登場する、学園都市の超音速ステルス爆撃機、HSB-02 のモデルである。働く細胞ブラック第40話に登場。本作の抗ガン剤は本機に例で囲った、 コウのマークが描かれたものの集団で表現されがいに、見立てた体組織を絨毯爆撃死眼細胞を攻撃したものの赤血球をはじめとした正常な細胞も巻き添えにしてしまう。スカーレット、ワールド・イン・コンフリクト架空の第三次世界大戦初期にソビエト連邦領内にて撃墜された状態で登場。プレイヤー部隊はこの残骸の破壊とパイロット救出のために潜入することになる。 アフターバーナークライマックス、Z 軍が使用する爆撃機として登場。最終ステージで空対艦ミサイルを発射するシーンがある。ゲーム内では一貫してステルス爆撃機と呼称されている。エースコンバットシリーズ、エースコンバット3を除くすべての作品に登場。いずれも敵としてミッションアップデート後に出現することが多い。しかし、エースコンバット R、エースコンバットでは、 プレイヤー機として使用可能。エースコンバット R はコックピット視点での操縦ができないが、エースコンバットではコックピット視点での操縦が可能。元の機体が高額ゆえにゲーム内でも購入や改造には多額の費用を要する。エースコンバット7ではオープニングのスクラップヤードで廃棄された機体として6機が終盤には味方機として複数機が登場する。 エリア88アーケード版のステージにボス及びスーパーファミコン版の航空士団のボスとして登場。機体上部に垂直発射式三弾ミサイルランチャーを2門、装備する。グリッドシーカープレイヤーが操作する3機の選択可能機体の一つとして使用可能。広範囲のアイドショットと移動速度の遅さで銃、爆撃機という機体となっている。Call of Duty シリーズ COD メガワットにマルチプレイにおける、キルストリーク、ステルスボンバーに爆撃機として登場。COD、メガワット3前作に引き続き、キルストリーク、ステルスボンバーに爆撃機として登場。COD、G キャンペーンに登場。連邦軍の兵器工場を爆撃する。ザクルー、ミシガン州の軍事基地に SR-71。 ブラックバードと共に滑走路付近に放置してある。大戦略セブンエクシード PSP 版では、時刻をアメリカに設定すれば自軍機として使用可能。極めて高価な兵器となっている。マーセナリーズプレイヤーが特定のミッションで空爆要請をすると飛来する。メタルギアソリッドストーリー終盤にて、各兵器廃棄所を空爆するために出撃する。 萌え萌え大戦争現代バーン功能乙女、倫理のモデルとなっている。b にそのものは直接登場しない。決戦。乙女たちの戦場3連撃作戦。戦火は AS の名のもとに爆撃機、b ナスピリットが自軍の兵器として使用可能。搭載武器は大型爆弾のほか爆撃機搭載の武器としては、 作中最大の射程を持つエイジム -129 アクムを装備。実在兵器を元にした兵器の中では作中で最も効果。ありがとうございます。